はい、どうも、宮間です。今日ね、こいつの割り出しをします。ギラファノコギリクワガタの3のセット割り出しです。はい、こいつ親ですね。はい、こいつの子供、果たしているのでしょうか。やってみましょう。ちなみに産地はね、フローレスです。フローレスとフローレスギラファですね。学名だと、ケイスケギラファですね。ケイスケギラファ。はい、ではやっていきましょう。はい、こいつですね。産卵セットはこいつです。でね、幼虫がね、さっき幼虫いるでしょうかってちょっと建前上言ったんですけど、幼虫が見えるんですよね。あ、どこ行った？いるんですよ。はい、ここに見えます。これ幼虫っす。はい、ってことでやっていきましょう。はい、ではやっていきたいと思います。はい、メスは見当たらないですね。ちょっとマットこぼさんように。はい、じゃあひっくり返してみましょう。いきます。よいしょ。あー、見えますね。 1,2,3,4,5,6 6頭ほど見えます。まあ、一安心かな。あ、もう2例になってますね。2例になってる。あ、ちょっとごめんな、落ちないな。あ、落ちる。落ちないぞ。崩れたけど、まだ残ってる。よいしょ、よし、崩れた。あー、まだちょっとあるな。なるべくこう圧迫せずに落としたいですね。こうやってちょっと残ってるやつをこうやって出すのもいいんですけど、やっぱね、こう上から出そうとすると大なり小なりにこう圧迫崩しちゃうので、もしね、幼虫や卵がある場合、ちょっと潰れる可能性出てくるんですよね。だからこの逆さにした時にね、こうやってちょっと、仮にもね、結構衝撃が与えるとしても、この状態で落としたいですね。まあ、結果的にね、そっちの方が助かる命は多いだろうなと思いますので、うん。しました。あ、メスいますね。メスまだ元気です。あー、ちょっとごめん。メス元気です。触覚ピコピコ。ギラファね、この触覚ピコピコして可愛いんですよね。はい、元気でした。はい、よし。メス先にちょっとゼリーやっとこうかな。ゼリー、まあ3のセットにまたね、ゼリーセットするんで。はい、ここ休憩してる間、ご飯食べてな。はい、どうぞ。食べるかな。まあいいや、ほっとこう。はい、じゃあ幼虫をね、回収していきます。はーい、まず1頭目。はい、よいしょ。1頭。あ、特急した。落としたかと思った。ビクってなっちゃった。3。はい、4頭。これも2例になってますね。2例なんで、1回脱皮してます。はい、よいしょ。潰さないように。はい、おいで。はい、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 はい。こう。ちょっとボコって割るかな。
よいしょ。いない。ああ、思ったよりいないですね。あら、ちょっとお気に召さなかったかな、セットが。はい、これで今6と。もしかしたらこれ10頭もいないかもしれないですね。わあ、ちょっとまずいです。あ、少ない、少ないですね、少ないです。あらららららら、マジっすか。マジですか。うん。わ、いない。わ、少ない。これは。ああ。いないですね。まあまあいると踏んだんですけど、ちょっとダメでしたね。残念。はい、どうやら、結果6頭らしいです。すぐ終わったな。あ、これは、あ、違う。違いました。幼虫かと思った。あ、いないね、これ。はい。OK。はい。速攻終わりました。速攻終わりました。よし。じゃあ、戻します。また、産んでもらいましょう。で、あ、そういえばあれだ。視聴者様から割り出した幼虫の、その後のその後のこうプリンカップに詰める様子とか撮影してくださいっていう要望がそういえばありましたね。今日はね、ちょっと速攻終わったのでそこまで映してみましょうかね。はい、興味ある方は引き続き見てください。はい、よいしょ。はい、 OK。 よいしょ。これ入れて、ちょっと上乾くんでね、水ビャーっとかけときますか。よし。はい。ちょっとごめんね。餌。はい。もう一個入れとくか。ああ、落としちゃった。もういいや、後で拾おう。はい。よし。はい。ギラファちゃん、お疲れ様でした。そうですか。じゃあちょっと引き続きね、プリンカップ入れていきましょうか。プリンカップもう手袋いいか。はい、さよなら。はい、残念ながら6頭でした。
二例幼虫が、2頭。小例幼虫が4頭です。はい。あ、カメラ変えようかな。はい。せっかくなんでね、小例幼虫と二例幼虫、ちょっと比較画像をちょっと撮ってみようかな。うん。今日ちょっと撮れた幼虫数少なかったので、若干種子を変えてみます。はい。じゃあちょっとすいません、カメラ変えますね。はい、では初例幼虫と二例幼虫の比較いってみましょうか。はい、これが比較画像です。こっちが初例ですね。1例、こっちが2例、はい、初例、2例です。頭の大きさ全然違うでしょ。頭の大きさ、はい、体の大きさはね、変わらないんですよ。変わりません。ただ頭の大きさがね、こう劇的に違う。直径で言ったら倍以上違いますね。はい、これね、孵化した日はね、さほど変わらないと思います。はい。誕生日が近い兄弟ですけども、うん、こっちの方がね、孵化した、あ、孵化じゃない。こっちの方が脱皮を終えた兄弟です。こいつね。うん、ほぼ一緒です。わー、なんか、うんちしてますね。閲覧注意です。はい、ちょっとごめんね。こうやってこっちの初例のやつが脱皮をすることで、体の大きさはね、その時は変わらないんですけど、頭の大きさがこうやって劇的に変わります。はい。そしてね、これ頭が大きくなった2例は、食べる量がね、加速度的に増します。はい。で、これから、もぐもぐたくさん食べて、今度体を大きくするわけですね。頭の大きさはね、もうほぼ変わらない状態で、体だけが大きくなります。この後食べていったらですね。はい。ここでまた体が、こう2例のやつね、2例のやつ体が大きくなったら、また脱皮をして、頭がまたボンと大きくなりますね。直径は倍以上になる感じですね。はい。まあ、単純に脱皮して頭を大きくするっていう成長を遂げるんですね。はい。まあそういう感じです。なので、例えば産卵セット初めて割り出ししたっていう方は、こうやって頭がね、極端に違う幼虫が取れて戸惑うかもしれないですけど、ただ単にね、初例と二例の差ですよっていうことで、あ、これで、あ、この頭の大きいの多分オスだってこう勘違いしがちなんですけど、まあこの段階でね、オスメス判別はまだあんまりしない方がいいと思います。はい。初例二例のね、頭のこの差っていうのは、ただ単に、脱皮してるかしてないかの差ですので、はい、まあそういうことだと、うん、理解して管理していただければ、まあ何も知らないよりはね、うまくいくんじゃないでしょうか。はい。まあこんな感じです。まあ、せっかくね、初例2例ちょっと取れたんで、説明してみました。あ、ちょっと危ない。はい。さっきね、この段階でオスメス判別しない方がいいよと、私申し上げましたけども、まあ、実はこのお尻ですね。ここら辺です。ちょっとこのカメラじゃダメかな。ここら辺に、メスだったら、黄色い斑紋があります。まあ、種類によってはね、白かったり、うん、またね、種類によってはもう絶望的に見えなかったり、はい、
っていう感じですけど、一応ここの斑紋でメスっていうのは分かります、はい、で斑紋がなかったらオスかなっていう感じです。で、プリンカップね、プリンカップに入れていくんですけど、はい、前もってねこうやって用意してます。はい、書類が4体あったな。ちょっともう2例がいるんで、2例はねボトルに入れていこうかなと思ってます。いつもね、書類用紙をこの 60cc のカップにね、おっと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 、おっ、ポケット 60cc のカップにマット冷たいやつこうやって用意してます。もう加水もね終わってます。空気穴も開けてます。で、ボトル2個持ってこようかな。ボトルもね一応用意してました。こうですね、ボトルは後回しでいいや。まずプリンカップこれから入れていきましょう。ちょっとカメラ角度つけた方がいい。こんな感じがいいかな。見えます。ちょっと暗いかな。じゃあちょっと入れていきましょう。はい、よし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 、入れていきます。こんな感じでね、蓋をしても圧迫しないようにスペースを作ってあげましょう。まあ上げましょうっていうのもあれやな。私の場合そうですね。糸を抜きます。これや、はい、ぐーっとスプーンで空間を作ってこうやって入れています。あくまでね、私の場合こうやってますよっていうことなんで、はい、あくまでね、やり方の一つとして、ふーんって感じで見ていただければいいかなと思います。あ、映ってるか。はい。ここら辺。書類はプリンカップ入れました。今度は2例のやつ入れていきましょう。はい、どうぞ。まあ本当だったらマットをパーって入れるんですけど、ちょっと今まだここに入れるマットを加水してないので、今回はちょっと映像的には載せるだけで終わろうかな。感じですね、はい、ちょっとあんま加水してないマットですけど、ちょっと見えるかな、はい、まあ、どうせ下に潜っていくんでね、いいかな。はい、よいしょ。あ、こぼしてた。はい、蓋を閉めていきます、ね、はい、2例は完成です。あ、ちょっと失礼、ちょっと散らかっちゃったので歯を開きます。はい、はい、という感じで、はい、6と終わりました。あとラベル、
ラベルももう変えちゃいますか。よし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 。もう手袋いいか。これはクロソポコイルスギラファケイスケ、まあ、あくまで私の場合ですけど、こんな風に、学名のね頭文字を書いてます。まあ、ノコギリクワガタ族なんで、クロソポコイルスの P、種はギラファです。ギラファのギラファの G ですね。はい、これで3つ目の名前、ケイスケですね。ケイスケの K なんで PGK と私の場合書いてます。はい、これ血統なんだっけ。あー、新しい血統だ。このギラファね、まあ、あくまで私の、血統のねアルファベット名なんですけど、ギラファのね、H という血統と G という血統を掛け合わせました。なので、血統 G でも血統 H、なので血統の、G と H が、合わさったやつですね、今回のこの子供たちは。血統管理書にね書き足さなね、はい、じゃあとりあえず GHGHIIは見にくいな。 HIJJ にしましょう。はい、この新しい血統は J です。 J、CBF1 だね。そしたら C1、はい、まあ、せっかくなんで写そうかな。こんな感じです。こんな感じ、はい、J 血統としました。 J、私のね、データブックというか血統管理書に、G と H が、書けたのが J ですよっていう記録を残します。はい、うん、で今日から、そういう血統、G プラス H の血統は J ですよっていうことで、その血統を私は J という一文字でね、ラベルに書いていきます。まあそういう感じです。まあ、私がね勝手にねルール作ってやってることなんで、うん、こうしないといけないとかそういうことではないです。はい、よくねラベル書いてる内容をね教えてくださいってこう言われるんで、ちょっと今回説明してみました。はい、あくまで私が勝手にやってる、ルール作りの中のやり方です。はい、なのでね、あんまやんやんやんや言わんでくださいねやんやんやんや、あんまりやんやんやんや言われるとこう、なんつうかな、ちょっとへこんでくるんだよね。そがん、やんやんやんや言わんでよかっちゃなかってこう、やっぱり私も人間ですのでね、落ち込んだりします。特にねインターネットの世界にね、最近飛び込んだようなおじさんですから耐性がないんですよ。煽られたりバカにされたりした時のね耐性がないんでね、まあなるべくね優しくしていただけた私も助かります。ってことで、今日割り出しした幼虫6匹のラベルを作りました。はいはいはい、こんな感じで書いてました。6匹ね、うん、
書いていきます。ちなみにこんな感じです。はい、プロソフォコイルスキラファケース系のジェイケット類代は CBF1 で、C1 って書いてます。はい、一番左の N、 その下の行 N はね、私が、自作マットの、今最新のやつだから New ってことで N って書いてます。一段階前のやつはずっとね A マットってアルファベットの A を使ってました。はい、で今回新しいのは N ですね。これ N マット、新しいマット詰めてるんで N マット、まあ餌のね、何の餌食わせたかということで、一応アルファベット一文字で書き表してます。その次の171220っていうのは、2017年12月20日ってことです。はい。この容器に入れた日ですね。で、右の F っていうのは初例ですね。はい。まあ、これも私の勝手なルール作りで、初例、二例、三例を F、S、T と、アルファベット1文字で表しています。ファースト、セカンド、サードの頭文字ですね。初例は F。2例は S、3例は T って書いてます、はい、うん、好きでやってるだけです。やんやん言わないでください、うん、まあそんな感じで書いてます、はい、なるべくね簡略化して書くようにしてます。私めんどくさいがいなんでね、同じこと何回も書きたくないんですよ。例えばこれにね、カタカナで、ケースケギラファ、産地フローレスで、血統は、軟骨化のうちのあれですよ。あと類代は CBF1 とか書いたりね、うん、あとマットはこれですよ。あと2017年12月20日って書くのもめんどくさいんで、極力ね簡略化してます。あと初例、二例、三例もねめんどくさいんで、アルファベット1文字 FST でやってます。ただそんだけです、うん、あまりにもめんどくさがりなんで、かなり、うん、自分なりに、結構簡略化して書いてます。知らない人がねこのラベル見たらちんぷんかんぷんだと思います、うん、でもね、まあ管理してるのは私一人なんで、まあ問題ないかなと、うん、思います。そしてまあ仮にね、なんかいつかなんていうの、空き巣というか泥棒さんが入った時に内容わからない方がいいっすよね。うん。種類とかひらがなで、カタカナひらがなとかで書いちゃうと、まあね、株クワ好きの人なら種類とか全部わかるんでしょうけど。さすがにね、こういう書き方してたら、ね、私のこと全く知らない人なんか全然わかんないと思います。ですね。私しか、理解できないっていうのはある意味ですね、そのまあ強みでもあるのかなとか思ったりします。よし、はい、終わりました。はい、今日はねたった6頭でしたけど、はい、フローレス島さんのギラファ、ノコギリ、クワガタ、産卵セット割り出しでした、はい、今回は以上です。またねメスがまだ産んでくれることを期待して終わりたいと思います。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。